左からドナリード、ジェームズ・スチュアート、キャロライン・グリムス・メディアを再生する予告編、素晴らしきかな人生は1946年のアメリカ映画。監督はフランク・キャプラ。フランク・キャプラ、ウィリアム・ワイラー、ジョージ・スティーブンスの3人が協力して設立したリバーティ・ピクチャーズの第1号作品。アメリカ映画協会が選ぶ感動の映画ベスト100では1位に。 同協会のアメリカ映画ベスト100では11位にランクインしている。2003年の AFI 選定、ヒーローと悪役ベスト100では、ジョージ・ベイリーがヒーローの9位に、ポッターが悪役の6位にランクイン。2008年の AFI 選定、10ジャンルのトップ10では、ファンタジー部門3位にランクイン。2014年のアメリカの大手映画批評サイトロッテン。 トマトズが発表した2014年版クリスマス映画ベスト25には第1位にランクイン。これまでのキャプラ映画の集大成として1946年に公開するも当時は工業的には惨敗。1946年のアカデミー賞では作品賞を含めた5部門にノミネートされるも我らの生涯の最良の都市やヘンリー5世の台頭により 無感に終わった。アメリカでは、普及の名作として、毎年末に TV 放映されることから、それまでキャプラを知らなかった若い世代から再評価され、今ではクリスマスにこの映画が流れるのは、定番となり、アメリカで最も親しまれた作品としてよく知られる映画である。その後、権利はナショナルテレフィルムアソシエーツが買い取り、現在は、 パラマウント映画から正規版 DVD が発売されている。また、公開から50年が経過しているためパブリックドメインとなっている。アメリカでは、どの大学の映画学科でも、この映画を必ず見せて、学生の指針としている。脚本は、フィリップ・バンドーレン、スターンの作品、ザグレイテスト・ギフトから着想を得たもの。 第二次世界大戦が終わった1945年のクリスマスイブ。いろんな人から助けを求める願いが天国に届いていた。それはある男を助けてほしいというものであった。天国では翼をまだ持っていないが、純粋で信仰心のある二級天使のクラレンスを呼んで使命を与えた。一人の男を絶望から救うためだ。午後10時45分に自ら、 命ををととうとするのでそれを助けるののでそれ助けだ男の名はジョージ・ベイリー。舞台はニューヨーク州のベッドホールズという町クラレンスはジョージの人生の階層を見せられることになった。翼をもらうためクラレンスは大天使の助けを借りてジョージの人生を見ることになった。最初の場面は1919 19年ジョージが12歳の頃。 池のほとりでスコップを使った反り遊びをしているとき、弟のハリーが凍った池に落ちて溺れているのを救うが、このときジョージは風をこじらせて、左耳の聴力を失ってしまう。第二の場面は、ジョージが放課後にガウアーさんの薬局でアルバイトをする場面。同級生の女の子二人が遊びに来て、ジョージにチョコアイスを頼んだ。一人の子が聞こえない耳に、きをジョージと囁いた。 聞こえないジョージは口笛を吹きながらチョコアイスを作っていたがガウアーにうるさいと怒られる。カウンターに電報があるのを見つけたジョージは偶然にもガウアーの息子がインフルエンザで亡くなったことを知ってしまった。慰めようと思ったジョージだったがガウアーに薬の配達を頼まれた。だが薬は息子を亡くして悲しみに暮れるガウアーが誤って処方したもので激薬だった。 ジョージはどうしていいかわからず、父が営む建築貸付組合に立ち寄って、父に相談しようと思った。そこに、町一番の富豪ヘンリー・ポッターがいた。ポッターは、町の嫌われ者だった。ポッターは、父に金を貸した相手から取り立てろと、迫っていた。だが、父は失業している者が多く、できないと反論した。薬局に戻ると、 薬が届けられていないことを知ったガウアーがジョージを叱責した。ジョージはガウアーが動転して薬を間違えたことを告げ、ガウアーはジョージに謝った。第3の場面は、1928年、ハリーの高校卒業の夜、ダンスパーティーに行く前の家の中で、ジョージは父と将来の話をしていた。父は住宅金融を手伝ってほしいようだったが、ジョージには夢があった。 小さな町を出て、世界中を回り、大学に進学して、都市計画に関わる、建築家になること、大きな仕事に携わり、大金を稼ぐことだ。大学卒業後はポッターが牛耳る町を出ることを、父は承諾する。パーティーに向かったジョージは、そこで、メアリー・ハッチと再会した。二人は、良い雰囲気となり、ダンスを楽しむ。友人のいたずらで、フロアが開いて、 プールが登場し、メアリーとジョージは二人でプールに落ちてプールの中で踊るはめになる。みんなでプールに飛び込み、ダンスパーティーは盛大に盛り上がる。メアリーを家に送るために一緒に帰っていた。ジョージはハリーが高校を卒業すると同時に旅に出て、戻ってきたら大学へ進学して建築家になるつもりだった。ジョージはそうした夢をメアリーに語りながら歩いていた。 ところが人が住まなくなった屋敷のところで父の既得の知らせが飛び込んできて急遽帰宅することになる。父が急死し、ポッターが組合の生産を迫った。だが株主を前にしたジョージの演説が皆の心を動かし、組合は存続することになった。条件があった。それはジョージが社長に就任することだった。ジョージは世界旅行も 大学への進学も建築家になる夢も諦めて父の後を継ぐことにした。そして自分の代わりにハリーを大学へ通わせた。そしてジョージは弟が大学を卒業して会社を継ぐのを待った。第四の場面は弟、ハリーの帰郷。街に戻ってきたハリーは結婚相手を連れて帰ってきた。結婚相手の娘は父がハリーを気に入り。 営む工場で働いてもらうことになったと言った。弟の結婚を祝福するジョージだったが、夢は再び消えた。第5の場面は、メアリーとの再会。幼馴染みのメアリーが街に帰ってきたと、母から聞いた。ジョージは、しぶしぶ彼女の家に向かった。メアリーの母はメアリーがジョージを好きなのを知っていたが、ニューヨークで成功しているサムとの結婚を望んでいた。だが、ジョージは、 メアリーの思いに気づき、ジョージとメアリーは結婚することとなる。二人は豪華な新婚旅行へ出かけるはずだった。ハネムーンに向かう途中、二人は取り付け騒ぎを目撃し、組合にも町民が一斉に押しかけてくる。これはポッターによる罠であると悟った。ベイリー夫婦は新婚旅行費用を引き出し費用に充てた。組合の預金を全額支払ってしまうと、営業存続が不可能になる。 営業終了時間まで現金が残っているかが勝負だったが、わずかな金額が手元に残すことができて、組合は存続することができた。だが、ジョージとメアリーの新婚旅行はできなくなった。二人の新婚旅行を新居で友達が演出してくれた。そこはかつて、ハリーの高校卒業のパーティーの帰りに通りかかった、人の住んでいない雨漏りも激しい、古びた屋敷だった。 二人の生活はその屋敷で始まった。第六の場面は宅地開発。ジョージは後に貧しい人々のためにベイリーパークという宅地開発を行う。多くの家を建設して、かつてポッターの法外の値段の借家暮らしの生活を余儀なくされていた人々に我が家を提供する。ベイリーの提供する住宅金融の貸し屋は相場の半額の値段。 ポッターの借家に住む人は大幅に減ってしまい、就職を希望する若者はベイリーの会社を目指す。この状態にポッターは不満を募らせる。そこでポッターはジョージを呼んで自分のところで働かないかと誘った。あまりにも良い条件だったのでジョージは驚きすぎてポッターに握手を求めてしまうが、ふと我に返って申し出を断った。ミアリーは毎日休まず、 古い屋敷をリフォームし、夫のジョージは毎日遅くまで勤勉に働いた。ジョージとメアリーは4人の子供を授かる。第二次世界大戦が始まり、ポッターは徴兵委員長となる。ジョージは兵役を耳の障害で免除されるが、弟のハリーは海軍のパイロットとして活躍した。第七の場面は1945年のクリスマスイブの朝。 町は名誉勲章に輝いた英雄、ハリーの歓迎準備でにぎわっていた。おじのビリーは、ポッターの銀行に向かって、住宅金融会社のお金8000ドルを預けようとしていたが、その預金を紛失してしまった。ビリーはそのことをジョージに伝え、このままでは監査官に見せる帳簿に穴が開いて、刑務所行きになってしまう、と二人は、必死に探し回るが、その大金は、 ポッターの手に渡っていて見つかるはずもない。度重なる不運で全てに嫌気がさしたジョージは家族へ八つ当たりをしてしまう。切羽詰まったジョージはポッターに借金を頼みに向かった。だが、ポッターは横領罪でジョージを告発するという。バーでは飲んだくれて喧嘩に巻き込まれる。バーを出た後で通りかかった橋でジョージは投身自殺をして保険金を手に入れることを考えた。だが、 ジョージが飛ぶ直前に老人が川へ飛び込み、ジョージが老人を助けた。助けた老人はクラレンスと名乗った。ジョージの守護天使だという。そんな話を信じないジョージは絶望して、生まれなければよかったと言った。天使は、それでは望み通りにしようと言い、ジョージが生まれなかった場合の世の中を見せる。一人の命は、 大勢の人生に影響し、数とが欠けると世界は一変するそう語るクラレンスは、本物の天使だった、自分の人生は素晴らしかった、と気づいたジョージは、橋で元の世界に戻してくれ、もう一度生き直したいと願う。元の世界へ戻ったジョージは、大喜びで家へ帰り、妻や子供たちと抱き合う。さらには、メアリーの呼びかけで、町民や友人たちが寄付に集まり、 紛失した8000ドルを苦面してくれる。サムから2万5000ドルの融資の連絡も来る。弟のハリーやケンジ、監査官も混じって家の中で町民たちは祝いの歌を歌う。寄付金の中にはジョージよ、友はかけがえのないものだ。翼をありがとうというクラレンスからのメッセージが書かれたトム・ソーヤーの冒険が置かれていた。天使は翼をもらうとベルが鳴るのよ。 娘の言葉に、親子で幸福をかみしめ、町民たちとホタルの光を合唱する。過去内は日本語を吹き替え、RKO フィーチャーフィルムレジャー、1929から51、P116、クリスマス映画ベスト25発表。1位は、素晴らしきかな、人生。シネマトゥゲー、保存版、恋人と、家族と、子供と、 聖なる夜に見たいおすすめ、クリスマス映画100選ライブドアニュース、ワンダフルライフバージェス決願と、生物進化の物語、助言及び謝辞より、アクターズスタジオインタビュー文芸春秋1999年4月号、赤い羽根募金の女性で現在行われている、活動特定非営利、活動法人バリアフリーシネマ&、ライフネットワーク、名作映画、 素晴らしきかな人生バリアフリー化プロジェクトを共同募金会2015年1月14日閲覧ありがとうございます。